聖言は人間のごとく外なるものと内なるものがあり生命を持つ。聖言は文字の身の方面では魂のない体のようなものである。聖書の御言葉の文字上の意味にはそれを再解釈する霊的意味があり、それは前者と違う。聖言のすべてのものには全体的にも個別的にも最小の微細な一点の中にさえも霊的天的なものが意味されている。エマヌエル・スウェデンボルグ。聖書の外的文字通りの意味は果実の皮の部分、硬くてまずい。聖書の内的、霊界的意味は果実の中身の部分、柔らかくて美味しい。イスラエルの聖地エルサレムは米国大使館の移転で大きく報じられましたが、ヘブライ語でイエルシャライムといい総数形で、ここに大切な内的意味が隠されていることはほとんど知られていません。トランプ大統領が米国大使館をエルサレムに移転し大きく報道されました。エルサレムはイスラエル国内では首都としていますが、国際社会はこれを認めず、対外的にはテルアビブが事実上の首都になっています。聖書時代のイスラエル人はエルサレムを世界の中心に立つ都と考えていました。これがエルサレムだ。私はこれを諸国の民の真ん中に置き、その周りを国々で取り囲ませた。エゼキエル 5-5。 イスラエルは世界の中では白人の住むヨーロッパ、黒人の住むアフリカ、黄色人種の住むアジア、そしてアメリカ、オーストラリアを含めても中央にあり、エルサレムはさらにその中心にあるので、エルサレムは世界の中心に立つ都となっています。エルサレムは世界の中心にある都市。世界の中心にあるイスラエルのさらにその中心にあるエルサレム。キリストがエルサレムに入り述べ伝え、そこで人類の罪を背負われたのは、そこが世界の中心の都市だったからです。イエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かって行きます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。ルカ 18-31。世界の中心にあり、聖地としても有名な宗教都市エルサレムですが、ヘブライ語でイエルシャライムといい総数形で、ここに大切な内的意味が隠されていることはほとんど知られていません。イエルシャライムはイール、都市、プラスシャローム、平和、プラスアイム、総数が合わさってできた言葉で、平和の都という意味。京都に昔あった平安京とほぼ同じ意味です。イエルシャライムが平和の都という宗教都市らしい意味を持つのは理解できますが、
ではなぜ語尾にアイムがついて総数形なのでしょうか。ここにも外的そして内的総数の2つがあります。外的2つのエルサレム、左は古代エルサレムの図ですが、レンガ色のアッパーシティ上町と右のローワーシティ下町が描かれています。つまり居住区が上下2つあったので総数なのです。内的二つのエルサレム。聖書には天上にもエルサレムがあると書かれている。あなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム。ヘブル人への手紙 12-22。 上にあるエルサレムは自由であり私たちの母です。ガラテヤ人への手紙 4-26。 つまり内的二つのエルサレムとは地上物質世界のエルサレムと天上霊的世界のエルサレム、天上地上の2箇所にエルサレムがあるので総数形なのです。目視者ヨハネはこの天上のエルサレムが新天新地ができる将来地上に下るのを見ています。さらに私は聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。ヨハネの黙示録 21-2。 エルサレムがヘブライ語でイエルシャライムといい総数形である理由は、外的エルサレムの居住区が上下に2つあったから。内的エルサレムが地上物質世界と天上霊的世界の2箇所にあるから。エルシャライム・シェル・マエラー、ヘブライ語で天のエルサレムという意味です。エルシャライムの内的意味はまだあります。ヘブライ語はアルファベットが数字の意味を持つため、これを数値化するとさらなる内的意味が見つかります。これをゲマトリア、文字の数値変換と言いますが、エルシャライムを数値変換すると エルシャライムのゲマトリアは1156です。これを割り算して出てきた数値をヘブライ語に変換すると、この数値の内的意味が出てきます。イエルシャライムイコール1156イコール 4×289 なので、4イコールアッバ父、289イコール1ペテルと読めばウイゴ、2パタルと読めば動詞で解放する、自由にする、負債を免除する。つまり 4×289 は、父なる神の御子イエス・キリストが罪の負債を免除し解放し自由にするというラインが読み取れます。エルサレムで神の御子イエス・キリストが人類の罪を背負い贖うことが数値で語られています。さらにまた 4×289 イコール 2×2×289 なので、2イコールアレフアレフ、アリクアンピンの略語、これは大きな顔という意味でカバラ用語のケテル、王冠の別名だから、 2×2×289 は王冠の王冠のウイゴ、負債を免除、解放し、自由にする
王の王である本国イエス・キリストが人々の罪の負債を免除して解放し自由にするという内容をエルサレムの数値1156から読み取れます。子羊は主の主、王の王だからです。ヨハネの黙示録 17-14。 ゲマトリアはギリシャ語にもあり、ギリシャ文字に数字の意味があります。ヘブライ語の言葉をギリシャ語に翻訳し、さらに数値変換するとまた内的意味が出てきます。イエルシャライムはギリシャ語でイエルサレム。これを数値変換すると、ギリシャ語イエルサレムのゲマトリアは864です。これと同じ数値のギリシャ語の言葉を探すと、イエルサレムの内的意味が出てきます。イエルサレムイコール864と同じ数値のギリシャ語の言葉は、セオン、神殿。ハギオン、生徒たち。ポイムニオン、セウ、神の群れ。ここからエルサレムは神殿が立ち、生徒たちイコール神の群れが集まる場所であるという内的意味が読み取れます。さらにまたイエルサレムイコール864イコール 6×144 なので、6イコールアバ、父、144イコールヘ、エクレゲー、選ばれたもの。ここから 6×144 には父なる神に選ばれたものという内的意味があり、エルサレムが父なる神に選ばれたものの集う場所であると読み取れます。イエルサレムのようにゲマトリアが144の倍数になっているギリシャ語の言葉で、選ばれたものの意味を共有しているものが他にもあります。ゲマトリアが144の倍数であるギリシャ語の言葉、エルサレムイコール神殿イコール生徒たちイコール神の群れイコール144×6、テンピスティン、信仰。144×7、ピストン、信者。144×10、バシレイアトーン、オーラノーン、天の王国。144×20。ヨハネ伝3-16。144×95。ゲマトリアが144の倍数であるギリシャ語には、エルサレム、選ばれたもの、神殿、生徒たち、神の群れ、信仰、信者、天の王国、ヨハネ伝3-16、御子を信じる者が、があることから、144イコール選ばれた者には、信仰を持ち、神に選ばれた神の民というさらなる内意があると、読み取れます。黙示録には天から下る新エルサレムについて書かれていますが、
144という数字が出てきます。彼がその城壁を測ると人間の尺度で144ペーキュスあった。これが見つかりの尺度でもあった。ヨハネの黙示録21-17。144ペーキュスは約65メートルですが、これは外的な解釈。御使い、天使の尺度なので、これを内的に読めば、144ペーキュスの城壁、イコール、信仰を持ち、神に選ばれた神の民が乗り越え入ることができる城壁、と内的に解釈します。つまり、天から下る新エルサレムは、信仰が神に認められ、選ばれた者しか入れない城壁で囲まれているということです。144ペーキュスの城壁とは、城壁の長さではなく、城壁の中に入る者のふさわしさの測りである。新エルサレムについて、文字通りの外的解釈だと、全く理解できないのが、これが巨大な立方体をしているという以下の聖句。この都は四角い形で長さと幅が同じであった。天使が物差しで都を測ると12,000スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。ヨハネの黙示録21-16。12,000スタディオンは2,220キロメートル。文字通りに解釈すると現実にはありえないサイズです。でもこれは天使の物差しなので、外的理解ではなく、内を悟れということです。新エルサレムは立方体。1、文字通りの外的解釈。1スタディオンイコール185メートルだから、12,000スタディオンは、2,220キロメートル。2,220キロメートルはおよそ東京から北京の距離。現実にはありえない巨大サイズ。理解できない。新エルサレムは立方体。2、天使の内的解釈。立方体は都の形ではなく、そこに入る人の特質。モーセの幕屋の本殿、至聖所は 10×10×10 キュビトの立方体だった。出エジプト記26章。ここから立方体は最も清い神的なものを意味する。12,000スタディオンは辺の長さではなく、そこに入れる人のふさわしさの基準。天使の測り。スタディオンには基準という意味がある。立方体には辺が12本あるから、144イコール信仰が神に認められ神に選ばれたもの。1000イコールキュリウ、主のもの。したがって 144×1000 は信仰が神に認められ選ばれ主のものになった人々。
新エルサレムは最も清く神的で、信仰が神に認められ選ばれ、主のものになった人々の住む都と内的に解釈し、意味が理解できます。この14万4千という数は、額に刻印をされた神のしもべの数として出てきます。私は刻印をされた人々の数を聞いた。それは14万4千人で、イスラエルの子らの全部族の中から刻印を押されていた。ヨハネの黙示録 7-4。 これは外的にはイスラエル12種族の各種族の子孫から1万2000人が選ばれて、計14万4千人が刻印を押されると読めますが、内的には信仰が神に認められ選ばれて主のものになった全世界の霊のイスラエル人、神の民のことであり、新エルサレムに入るべき人々のことです。おまけ、144イコール 12×12 なので、以下のように一辺が12で面積が144の正方形の図を描くと、144イコール選ばれた者には、地の四方から集まるイスラエル十二種族、神の選民という内容があります。イスラエルには十二種族の子孫と思われる民が世界から続々と集合していますが、それはあくまで外的な選民の集合。内的な選民の集合は、世界各地の教会などで行われており、主を信じる民が世界各地で集められています。上の図は、そんな選民の集合を表しています。次回予告。天、空と訳されるヘブライ語のシャマイムも、一つしかないのに総数形で、この一語に霊的主張が隠れてます。次回は、このシャマイムが総数形であることが示す霊的主張について解説しますが、これはマイム水と深く関係しますので、動画1と合わせてご視聴ください。聖書の神話物語、外的の中に、内的な霊界的教えがあることがよくわかります。レヒトラオート、またお会いしましょう。